美味しい。どう？美味しい。目の鼻にツルツル入ってる。キュンってなったらコーラに変わりそうな味します。わかる。どうもこんにちは、ケビンです。大掛です。山です。本日はスペシャルゲストに来ていただいております。アンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日の客、はい、アンさんと一緒にフランスのお菓子を食べてみよう。今アンさんがフランスに住んでらっしゃって、うん、はい、で山ちゃんも、うん、あの以前フランスに住んでいたということで、うん、今日は山ちゃんとアンさんの買ってきてくださったお菓子とかもあるので、それを食べましょうという企画でございます。はい、いやフランスのお菓子、うん、あんまりイメージつかないな。つかない。いやしかもフランスのお菓子っていうとなんかカヌレとか、確かになんかそういうフィナンシェとか、うんうん、マドレーヌとか、はい、はいはいはい、今回はもうちょっと違うフランスのカジュアルなお菓子というか、はい、なるほど。本当にいわゆるスナックというか、うん、なるほどなるほど。日本でいうとこのコンビニ的なところに普通に売ってるやつよ。あるんだフランスにもやっぱり。いやあるよ。確かに逆にこういう安くて手軽に手に入るようなやつ紹介されなかったりするかもしれない、うん、私はね見たことない。全くない。今回アンさんにも買ってきていただきまして。いやほんとありがとうございます。すいません、俺とこれ買ってきてもらってもいいですか。お使いを頼んで。ありがとうございます。あとはまあ私のおすすめのお菓子を、はい、いやーやってみましたので。おすすめは信用できない。まあ、バイバイ言いながら食べていけたらなと思います。はい、お願いします。まずは一つ目、ででん、ハンスのクッキーでーす。ででん。なんて？なんて言った？プリンスって書いてあるでしょ。フランスって読むのよ、フランスから。ハンスね。そうなんだ。そう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 。ここに王子がいるんだから。王子がいらっしゃいます。いますね。生地にもちゃんと一個一個。本当だ。アンさんに買ってきていただいたんです。はい、ありがとうございます。スーパーで。これね、うん、フランスの人は全員食べたことがあるような。うん、王道のやつなんだ。王道。王道。美味しいんだ。これは美味しい。ああ、でもあのね、あと美味しくないのが来るみたいな。じゃあ今回アンさんに買ってきていただいたやつは、うん、全部美味しいから。そうか。うわ。ちゃんとね、ここから開けてくださいっていうこういうのがあるわけよ。はい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 、はい、非常に親切でしょ。開けやすくなってるね。確かに。アメリカではないね。そう、大違いだわ。表面どういう感じなのそれは。はいはい、ちょっと待ってください。顔が、これはアメリカクオリティなのか。違う違う、アメリカクオリティなのか。顔のぐじゃぐじゃ顔は。って言わないでよ。というわけで、はい、あ、これなんか 2色になってますね。そう、うん、このね、味がレッドチョコですね。レってね、レってね、レってミルクです。レミルク、ミルクか。レ。では、いただきます。いただきます。うん、うん、本当にこれを牛乳とかコーヒーに浸して食べるんですよね。うんうんうん、美味しい。クッキー部分が結構軽いというか、うんうんうん、そうだね、サクサクしてるよね、うん、日本に近いのってあるかなこれ。ビスコ、うんうんうん、確かに確かにビスコ、確かにビスコみたい。あ、コーヒーリップを、それ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 、やってみる。これどのくらいのちょんちょんパクみたいな。なるほど、じゃあこれで十分ですね、うん、もう十分だと思います。うっ、おいしい、うん、どう、めちゃめちゃ柔らかくなる。吸うんだ、結構めちゃめちゃ吸う。おいしい。コーヒーあるのめっちゃいい。あと私あのフロマージュブランっていうか、あの酸味のないヨーグルトをクリーム代わりにして作って食べるのが、私は割と好きです。確かに、そんなのがあるんだ。これはもう本当に定番中の定番だね、うん、というわけで、はい、ハンスでした。はい、ありがとうございます。続きましてこちら、はい、ミカド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 、ポッキーじゃないですかそれ。これはミカドです。グリコって書いてあるんですか。そうで、グリコだからもうポッキーじゃんそれは。ポッキー本元なのに名前が、うん、そう、謎のパクリ商品とかではなくて、うん、ちゃんとライセンスをもらって作ってるんだけど、うん、ミカドっていう名前なのフランスでは。あ、ポッキーがミカドって名前で売られてるってこと。そういうことです。なんか日本のポッキーよりも短い。確かにちょっと短いかも、うん、確かに箱がちっちゃいかも。ちょっと開けてみましょう。そうさ、LU って何の横に書いてあるの。これは会社の名前。これさっきのパンスも LU。 あ、ほんとだ、ほんとだ、一緒なんだ。 LU って読むんだけど、めっちゃ有名なお菓子の会社なのよこれ。へぇ、クッキーとかを、そうなんだ、まあ、そうスナックとかの会社で。なるほど。これシングルパッケージなんだ。ちょっと私も思った。長さはどうか、はい、おぉあ、なんか一緒一緒か一緒か、うん、え、てかもうポッキーだよね、これって。ね、何も変わらないよね。これはね、ポッキーです。もしかしたら味も違うかも。そう、で、味がね、これショコラオレっていうミルクチョコレートですね。うん、
でもチョコの味がやっぱり海外のチョコの味な気がする。あ、本当だ、なんか違う、チョコが違う、違う、違う、やだ嫌なの、それは嫌なんだ、嫌なの。日本のポッキーの方が俺好きだね。あ、それで言うとノワールの方が日本のチョコ、うんうん、ポッキーに近いのかも。確かにミルクっぽいですね、かなり、うんうん、こちらもこれアンさんに買ってきていただきました。それがね、トコラノワールっていうビターチョコみたいなものかな、うん、で、こっちがあれなのか、これがミルクチョコレート、うん、色的にもなんかすごい、うん、黒いし、これはポッキーだ、黒くないですか。いただきます、うん、いただきます。確かにだいぶビターだけど、うん、でもやっぱなんかちょっと違う、うん、違うかも、やっぱちょっと違う、うんうん、あと最後にね、このホワイトチョコですね、うん、こんな感じで、うんうん、ちょっとクリーム色っぽいぐらいかな、うん、そうだね、うん、いただきます。うん、うん、美味しくないですか。美味しいですね、うん、美味しい、うんうんうん、でも黒いのが一番好きだったかも、うんうんうん、なんか馴染みもあるし、うんうんうん、もうでもこれさ、パッケージがさ、日の丸っていうかさ、本当だ、国旗っぽいし、うん、フランスの人的には日本のお菓子だと思われてるというか、あ、そうなんだ、日本のお菓子といえばミカドでしょみたいな、あ、めっちゃ浸透してる。なるほど、うん、2つ目ミカドでした。コーヒーです。続きましてこちら、キンデーのやつのやつ、なにこれ。これも私買ってきたんですけど、はい、ありがとうございます。うんうんうん、なのかな、キンダーチョコって言って卵の中におもちゃが入ってるシリーズとかも出してる、うん、あ、そう、あ、それで見たことあるかもしれない。イメージ的にはこのやっぱりこの赤と白とか、うんうんうん、でちょっと青が入ってるみたいなシリーズで、ースーパーとかにどこにでも売ってるって感じですよね。そうなんだ、大人気キンダーシリーズ、うん、なんかケーキみたいな、真ん中に白いクリーム、うん、そしてなんかチョコレートクリームみたいなのもなんか上に一層あって、うん、なんか結構凝ってんなっていう印象確かにある、うん、チョコパイみたいな、うん、あ、確かに近いかもしれない、近い、確かに、確かに、こんな感じですね、うん、ででん、はいはい、はい、美味しそう、こんな感じ、チョコパイ感あるね、チョコパイっぽいかも、うん、いただきます、いただきます、いただきます。このキンダーシリーズ私も結構好きで、今回ちょっと持ってくれなかったけど、うん、冷蔵だけで出してる白と茶色が逆転したバージョンみたいなのがあって、それもなかなかモショモショしてて美味しい、冷やして食べるみたいな、冷やして食べる、でそれをさらに私は凍らして食べるみたいな、現地にもし行ったら、うんうん、冷蔵庫のコーナーを探してもらえると、あるんだ、でも美味しい、美味しいですよね、うん、美味しいです、おいしい、うん、思ったより白い層がねっちょりしてた、マシュマロ、うん、みたいな感じなんじゃないかな、うんうん、というわけでキンダーのチョコでした。はい、美味しかったです。美味しいの全部ね、今のところ美味しい、でも全部アンさんが買ってきてくださったやつ、今のところですよね、今そう、今のところね、今のところね、うん、山ちゃんのやつはまだ入ってきてないからそっちがちょっとまあ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 心配ね。じゃあこの辺でちょっとしょっぱいのというかね、あ、いいですね、うん、はい、こちら、はい、ででん、シープストロンティー、レンズ豆ですね、レンズ豆見たことない、この豆かけちゃん、あるいや、ないかも、でも料理に入ってると黒っぽい、確かに確かに、で見たことはあるんじゃないかな、なんか、そうなんだ、結構お豆料理って水に浸して放っておく時間が必要なんですけど、このランティーユはそのまま水で茹でることができるから、 すごくその庶民的な存在というか身近な豆、うんうんうん、あ、そうなんですね、そう、めっちゃ食べるのよこの豆、あ、そうなんですね、主食ぐらいな感じで食べる時とかもあるし、へ、米の代わりというか、そうなんだ、それを揚げたのか、まあチップスにしたってね、でそれとなんかいい感じのハーブを混ぜましたよっていう感じで書いてありますね、しぶれとかネギですね、うん、ネギ、なんかハーブとしてネギを、そうね、そうなのか、日本ではあんまり見ない、まあ、これちなみに僕があのフランスの友達に買ってもらったやつなんだけど、うん、まあ、普通の塩のポテトチップスとかだとあんまり面白くないかなと思って、それはどういう意味すごいフレッシュなハーブの匂いに感じる、あ、本当だ、本当だ、なんか独特な形だね、堀川の揚げたやつみたいな、本当だね、感じ、確かに確かに、うん、いただきます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 、おお、レンズ豆感ないですね、全然ないですね、うん、美味しい、美味しい、でもなんか独特な香りは、うん、ハーブなのかな、そうだと思う、このスコアすごくよく見るんです、あー、これ確かに、これもじゃあ C ってことはめっちゃいいわけじゃないけど、ちゃんと、まあまあ、ちゃんと正直に載せてますよみたいな、そういうことか、うん、なる
なんかこれチートスとかをなんか思ったんだよね。なんかチーズ入ってないよね。入ってないと思います、うん、なんかあのじゃがいものそのポテチ系というよりはどっちかっていうとあのコーン系のチップスに近いザラザラ感というか、チーズとかこうね、なんかあ確かに食べても美味しそう。クリームチーズ、サワークリームとかやる、確かに美味しそう。美味しい、そうか、美味しいな。あれ、うん、いや、もうちょっと癖があるかと思ってたんだけど、なるほど、うん、みんなの普通に美味しかったですね、普通に美味しい。今のところ一番好きかも。そう、うん、まあまあまあいいでしょ、まあ、不満そうだけど、まあまあ美味しかったならいいですよ。レンズ豆のチップスでした。はい、美味しかった。続きましてこちら、シャモニー。シャモニー、シャモニー、シャモニー、シャモニーでございます。本当龍神主張が激しめの中にこのジャムみたいなのが入ってて、うん、この周りがこのケーキみたいな感じの、うん、そうやつがおやつの定番みたいな感じであって、多い多い多いですよね、うん、これさあんまり見なくない？いや見ないよ、このスタイルのおやつって日本で、うん、見ないかも、ね、すごい衝撃的な見た目とかじゃないけど、そうそう別にわかるけどさ、うん、あんまりないよね。ないね、確かに、うん、マーマレード的な、これはねそうだね、オレンジのジャムジャムみたいなやつが入ってる。爽やかな香りが箱からしてくる、うん、開けます。はい、あ、普通に、こういう風に入ってるんだ、こういう感じなの、カジュアル、うすまんじゅうみたいな、なんか本当ですね、確かにおまんじゅうみたい、おまんじゅう感すごい。あ、意外な硬さ、あ、クリスピークリームの、グレーズの硬さだ、これはグレーズが、うん、表面がこう、もう砂糖で、うんうんうん、カピってなってるっていうか、うん、ピカチッと音がするから、うん、さんと違うな、ね、違うね、うん。あ、こういうジャムが入ってて、うん、思ってたよりでもなんかふわふわというか、うん、空洞が多いかも。いただきます。いただきます。うん、酸味がいい、うん、美味しい。あ、本当は美味しい。もっとあのパフパフかと思ったら、うん、しっとりしてて、とても、うんうん、すごく美味しい。全然想像としてたのと見た目も違うし、味も違うし、うんうん、何に似てるかって考えても出てこないな、なんかこれ独特かも。独特ですね、うん、でも外はクリスピードーナツっぽい、確かに ね、うん、ね、俺がね、高校の時に食べてたのはね、うん、もうちょっとなんか重めのしっとりした感じのやつだったのかな、はいはいはい、よく食べてたのは、うんうん、フィナンシェっぽい、粘度があるみたいな、そうです、粘度がある感じのやつだったけど、うん、こういうでも中にこういうジャムっぽいのが入ってる系のやつは結構よくある。いや、それが珍しいと思うな、うん、ジャムをインするっていうのがね、うんうんうん、やっぱりジャムももう本当に何十種類持ってるから、やっぱりジャム文化もフランスパンにジャム塗って食べるから、うん、なるほど、ジャムも流通してるんだろうな。そっかそっか、なるほど、うん、というわけでシャモニさんでした。かわいい、ありがとうございました。美味しかったです。しょっぱい系いきましょう、はい、2個いっぺんにいきますね、はい、こちらででん、トカピのミニシュートミニクレープ。おー、フランスっぽい。シュートクレープって言われたらしょっぱいくないんじゃないかと思っちゃうね。あ、そうか、ね、シュークリームとか ね、うんうん、ね、甘いもんだろって思っちゃったり、クレートもシュークリームも、あ、そうかそうか、うん、これはしょっぱい、これはね、しょっぱいやつ。あ、そうなんだ。ミニシューの方はサーモンとアニスって書いてあるかな、うん、うん、アニスっていうハーブ、ハーブ、クレープの方はロックフォートっていうチーズです。青カビチーズ。あー、うわー、大切、強いやつだ。しかも羊かヤギかな、うん、のチーズです。おお、結構異文化、そうだ、ね、うん、異文化体験だこれは、うん、フランスのご飯をやった時に、うん、アペリティフの時間があったじゃないですか。あったね。ああいう時とかにこう、なるほどなるほど、食べがち。これじゃあの最低評価じゃん。あ、本当だ本当だ正直に感じます。いいです、ね、いい、うん、いいは栄養価がどういうこと、ダメ、低い、はい、最低ダメなんだ。すごい、もう開けた瞬間から、おー、チーズのね、独特の匂いが、あ、強そう、なんか、うわあ。そっちから行ってみますか。クレープ、そう、こういうなんか薄いこの、なんていうの、皮、うん、でこう包んでる系のものをクレープ、クレープっていう、うん、普通に揚がってるっぽいね、なんかね、うん、そうだね、はい、どうぞ。うん、おう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 、美味しい美味しい美味しい、もっと来そうと思ったけど、うん、途中でやんだ、確かにそうだね、うん、すごくね、食べやすくなってると思う、これ。そうだね、うん、そうだね、ちゃんとスナックの範囲に収まるように、うん、さすがにしてある、ね、ちょっとでも癖ある感じはないな、あるあるある、ある、ちょっと普通のチーズと違うこの匂いというか、そうだね、口臭くなりそう
そこにワインとかでね、そういうことですね、確かに。なるほど、ワイン合うね、これね。酒飲みだな。いやいや、すぐお酒飲もうとするからね。そうね、いや、ワインに合うねって言っただけで別に飲んでないのに。すぐ飲もうとするの。飲んでないじゃん。そっちも行ってみます、シューメン。あー、磯の匂いがする。これ丸っこいお臭っていうの。そう、キャベツですね。キャベツみたいな、こうゴロッとした丸いもの、うんうんうん、あ、そう、あと可愛いっていうのも、あ、確かに確かに、可愛い子ちゃんみたいな、うん、なるほどなるほど、うん、とっても今日じゃなかったね。何も何状態でずっとこうやって。うん、なるほどね、うん、いただきます。いただきます。なんかこれ日本でも嗅いだことあるな、この匂い。スモークサーモンみたいな、うん、そこら辺、そこら辺、うん、ほぐし身の鮭の匂いがします。うん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 、わあ、うわあ、ムース。いかがですか、お味は。お菓子だと思って食べたら、うん、ちょっと変だなって思うかもしれない。でも、別に美味しくないとかじゃないんだけど、最初はちょっとって感じはした。なんかスナックの中にこのクリームが入ってる、うんうんうん、っていうのが確かに、うん、おつまみとして食べればいいのかな、うん、確かに。このシューの感じがやっぱりどうしても中が甘いのを想定しちゃうというか。そうか、その違和感がね、あるな。クラッカーの上にサーモンが乗ってるようなやつとか、はいはい、そういう系統と思ってもらえるといいかもね。確かにそうだね、やっぱり、うんうんうん、でも美味しい、食べづらくないようになってる。いや、そうだと思う、めちゃ、うんうん、このロックフォートのチーズとかも、うん、本当はもっとやっぱパワフルで、もう無理な人は無理っていうぐらいの感じだから、 うん、それを本当はやりたかったんだけど、これとしては優しくね、意外といけましたね、うん、よかったです、よかったです。というわけで、トカピのミニシュートミニクレープでした。はい、ありがとうございました。え、何？私の鼻にツラツラ入ってる。何？こんなにヤバいの？こんなヤバいもの来るんですか？来るの？ネタ枠のやつ、これね。それでは続きまして、こちら、はい、アリボロテラー。うわ、アリボのロテラってやつです。すごい、ロテラ。これってさ、サルミアッキみたいなやつだね。サルミアッキみたいなやつだと思う。うわ、出た、リコリス。リコリスの。リコリスだ。リコリスの悪夢。形も面白いね。ロテラっていうのはね、このタイヤのことなんだと、だけど、うん、そういう形ですよっていう。味がタイヤだよって言ってたわけじゃない。違う。そんなわけないでしょ。タイヤだよっていう。いや、味もタイヤなんだよ。リコリスは。味はタイヤじゃない。リコリスタイヤ食ってるみたいなもんだよね。味はちょっと後ろに書いてあって、うん、ペギリース。まあこれはリコリスっていうことです。これでもあの大リスデリスって書いてあるから、美味しいリコリス、美味しいリコーノリス、美味しいリコリスということで。うわ、サルミヤキだこれは。しょっぱい匂いするね。しょっぱい匂いがするなんてっていうね。アンさんはこう食べたことあるんですか、これは。サルミヤキはあるけど、これはさすがに買わないです。こでかい。でもね、これ本当にね、食べるのよ、普通に。そっか。もちろんなんかその、ちょっと癖あるっていう認識はやっぱあって、うんうんうん、俺が行ってた時とかは、うん、お前これ食べてみみたいなノリではあったけど、うん、でも普通にね、スナックの中にあってもおかしくないラインナップなんで。そっか。というわけで、では皆さん召し上がってください。食べない。いや、もちろん食べない。すっごいしょっぱい匂いだ。これはもういただきます。いただきます。あーあー、体にいいのかな。そうですね、うん、あ、来るね、来ましたね、来る、来るな、かけちゃいました、僕も。すごいな、なんか昆布の匂いしますね。あ、確かに、確かに、します、うん、確かに昆布となんか梅干し、あとタイヤもいる。やっぱりタイヤの味だった。タイヤもいる。タイヤが一番大きい。これは自然由来のものを使っているし、着色料もこれ使ってませんか。使ってないんだ、うん、使ってないの。むしろ使ってるとしか。え、どっちかというとケミカルじゃ全然ないですね。その通り、もう自然の味。自然の味。あ、だからだからこれは普通にこういう味なんだ。母さん食べました。食べました。でもどっかでピュンってなったらコーラに変わりそうな味しますよ。あ、でもわかる。ちょっとわかる。ちょっとわかりますよ。その成分がきっと一緒なんじゃないか。確かに。確かに。確かに。それわかる。薬草系のなんか。なんだっけ、あの最近自分で作るコーラみたいな。クラフトコーラみたいな。あれの
煮詰まった感じ、うんうん、それはでも後味きついですねこれって、うん、残る ねやっぱり、うんうんやめてくださいあとどうしよう危ないこれはちょっときついねというわけでリコリス味のグミでした、はい、最後でございます、はい、ででんサンミシェルのクッキ ー何サンミシェルってこれは普通のクッキー普通のクッキーなるほどめっちゃ有名な昔からある大手の菓子 あの会社なんだけど、まあ、そこが作ってるクッキーですねなるほどねうなぎパイみたいなまあそうね形はなんかあの源氏パイとかね源氏パイみたいな感じだけど源氏パイのパクリ違う源氏パイのパクリじゃない真似しちゃったパクリじゃないこれ違うどう見てもパクリじゃないですかこれ違う違う、うん、フランスってそれこそ酪農大国なので、うん、あそうなんだあの牛がいっぱいいるし、うん、乳製品バターとか牛乳とかクリームとかめっちゃ多いのでこういうクッキーとかが美味しいのすごいあそうなんだなんか普通にスーパーとかで売ってるこういうクッキーもマーガリンとか使ってなくて、うん、ちゃんとバターで作ってるとかそういう感じなんですよなるほどなんか結構クッキーといえばねアメリカもやっぱり、うん、俺たちが一番だみたいなそうそうそうクッキーあるけれどもベバレッジファームとの対決だけどでかっそういう風になってんの思ってたこういう感じですこれはね現地パイだ源氏パイを薄くしたやつだねこれはこういうねちょっと薄い源氏パイだこのバターの香りがねそうですねすごい本当だいただきますはいいただきますあー美味しい食べた感じも結構源氏パイだそう言われると確かにそうだね源氏パイの砂糖の甘さを減らして、うん、バター風味を上げた、うんうんうん、あ確かにバターの香りがやっぱすごい、うん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 、リコリスを意識して本当あっかずそれが嬉しいハンさんのチャンネルの方でもこういうお菓子を紹介されてる動画みたいな、うんうん、撮られてましたよね、はい、そっちではもうちょっといい感じのチョイスがあるからあの本当に美味しいものを食べたかったらぜひちょっとそっちを参考にしてもらったら確かにそのからなんだけ どこれ結構変化球変化球がちょっと今日は多かったですね、うん、なるほど、うんというわけで、はい、サンミシェルのクッキーでした、はい、美味しかった以上でございますどれが一番お気に入りだったかみたいなのをやろうかやりますかやりますか、はい、せーのでいきましょうはいせーの山ちゃんがこのチーズのやつチーズのクレープのやつ、うん、ケビンがチップスあチップスレンズ豆のやつ、うん、はいで、アンさんと私がこのシャモニーシャモニーおシャモニー人気ですね人気、うん、美味しかったですね美味しかったし予想してなかった、うん、あ見た目味さテクスチャー確かに確かに全てが予想外あ、うん、意外性があって確かに美味しかった美味しかった、うん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 、僕シャモニーもいいなと思ったんだけど、うん、やっぱこの中身はジャムじゃなくてクリームの方がいいな、うん、ホイップクリームを入れて欲しかったなホイップクリームさ何でもホイップクリームじゃんだっていや合うんだよこれはねあの美味しかったんだよな普通にレンズ豆レンズ豆のこのフレーバーをあんまり食べたことなかったし、うん、この美味しさがね、うん、どれよりも勝ったんだよねめっちゃ食べてたもんねそう、うん、確かにザーってやってたのに全部やってたんだけど山ちゃんはこのチーズのやつね、うんこれ美味しくなかったですか？うんうん、美味しかった、なんか、まあ、おやつって感じじゃないかもしれないけど、うん、結構やっぱなんか本格的な味だよなと思って確かに美味しいそうね、確かに、うん、結構この辺は手に入らないかな、日本だとまあ頑張ればその輸入食品のお店とかで見つかるのもあるかな、うん、キンダーはなんか別の商品であればなんか見かけたいことがあるよって言います、うん、あー、へー、うんうん、でもチップスとか、うん、こういうチーズのやつとかはなかなかちょっとそっか買えないかな、うん、ということで、うん、アンさんの方のチャンネルでもお邪魔してまして、はいはい、概要欄からそちらもチェックしてみてください、はい、この動画を見てフランスのお菓子美味しそうだなと思った方ぜひ高評価お願いしますチャンネル登録も合わせてお願いしますじゃあまたお会いしましょうじゃあねー今回これ以外にも一応あるんだよね紹介できなかったやつが、まあ、2つマーブルチョコみたいな栄養評価最悪そうよおやつだからそんなもんよ書く必要あるかね意味があんのかなそうなんですか ねお菓子を買ってる時点でこんなの見ないだろどこにも見ないですよね